やばい、コメントはどこでしょうか。つながるのかな、休み。サーヤンが起こしてくれんと私ガチでガチでガチでもう寝るガチで寝るんだけど、でもちょっとチルってたよね。ガチで寝るんですけど。やばいやばい。こんばんは。今日はちょっともう今日という概念はないんですけど。今日は昨日からが今日です。私の日本語合ってる？クアラルンプールにいます。昨日はずっと移動だったからなんか寝れなくて、機内で寝れたらよかったんですけど寝れなかったので、寝てない。時差はね1時間、1時間こっちが遅いのか。だからまだねみんなより1時間前なんですよこちら。いや違うよね、飛行機で寝ようと思ったんだけど、で寝かけてたんだけど、そしたらなんか機内食がやってきたからもう目が覚めちゃった。という感じで今日は1日マレーシア、飛行時間どれぐらいって、なんかどれぐらいだったんだろう、でも合計したら7時間半とかかなという感じです。そういう感じです。今日何したっけ。なんかすごい、すごい非日常だった。
りよ祭り。確かに祭りだ。祭りや。言葉は通じないし、お金の値段も違う。おお、ご飯は美味しかった。花火すごい。おお、花火すごい。安いってそんな、なんか、買い物とかもしたけど、見たけど、そんなかも。金魚かわいい。知恵ない。どうも。なんか。どうも。多分。ショールームしてる中でこの5年間で一番寝そう。寝なさい。そう、寝よう。もう寝るんですけどね。どうかね。よいしょ。え、なんで皆さん今私がどこにいるか知ってるんですか。どこにいるの。何知ってるの。え、言ってないです。言ってないのに。なんで知ってんの。沖縄。あ、なおさん、ありがとう。沖縄、沖縄、ありがとう。お礼いたします。そのまま寝ても56分後には。でもなんで配信してるかというと、今寝落ちてもサーヤンがいるから。何でしてるんですか。多分起こしてくれますから。起こせよ。半目になってるよ。なんでわかるの。今23時？ちら、ちらり。あ、起きてますね。さやかに。今日はさやんとカフェに行った。行ったね。すごいカフェ行ったね。すごいカフェ行ったよね。サーヤンがね、見つけてきた。え、やめて。サーヤンが見つけてきた。やめて。そんな私の。そうだよ、私が見つけたんだけど。なんかね、時間、ちょっと空きの時間があったから、うん、二人でサーヤンが見つけてきたカフェに行ったんですけど、そこがねすごくすごい、あの海外のね、なんて言うんだろう、いい人生経験になりましたね。いや、ほんと人生経験になったよ。
しました。びっくりした。なんかすごいおしゃれなカフェだったんですけど、うん、まずその席に座るだけで1万円かかるんですよなんかテラス外、なんか外のテラス席みたいなとこがあってで室内も席あったんですけど、室内は誰も いなかったけど、なんか空いてない、座れないみたいで、スリーハンドレッドって言われて、スリーハンドレッド、スリーハンドレッドびっくりしたよね。そうで食べ物も一人食べ物と飲み物をそれぞれ一個ずつ頼まなきゃいけなくて、そうでも最初さ一人ワンドリンクでよかったよね。え最初は一人ワンドリンクでよかったのに、だんだんフードもみたいなそう、初めは一人は多分一人ワンドリンクでよかったんだけど、多分私たちが理解してなかったらどんどんフードも絶対みたいな感じになってえフードはえって初め言ってなかったよねみたいな。でもなんかお店の方もうんみたいなお店の人もなんかさ、うん、目がさ、もうさ目がもうなんかお願いしますみたいな目しとったやん。うんうん、絶対にもう注文してお願いみたいな目やったけん、もうじゃあ人生経験としてもういいかってなって楽しみました。うん、楽しみました、うん、でも美味しかったよね。え、でも、うん、美味しかったよ。なんか口コミさ、でそのなんかお店入ってもう注文した後にそのお店の口コミ調べたら星1でなんかボロボロでしたボロボロに書かれとって、やっぱり私たちが今まで受けてきたことを全て書かれてて、うん、いまいちっていうかなんかでも味は詳しくね、美味しかった、うん、え、でもそれ美味しかったよね。よかった。1時間持ってるんですか頼んでから1時間待ちました、うんうん、来るまで1時間取ったよ。けん、私もう途中寝とったもん。寝てたね、さあやん、充電が切れてた時があってサングラスかけてさあやん寝てましたもんいや、うん、本当にあるんだね、うん、気をつけなきゃもう現実から逃げたくなってもうサングラスして寝てました。眠くなっちゃった。そっからもうちょっと怖くなっちゃってさっきコンビニとかで食べ物とか飲み物とか水とか買ったんですけど、もうレジもマネージャーさんにやってもらったマネージャーさんに財布渡してやってもらったいやもうそれ最後にだもん。でもそのレジの人優しかった。あ、そうなん。え、なんか水買ったんやけど、うん、あの一番高い水買ってて、うん、多分お店の中で、うん、これを買えるのかみたいな、うん、言われて、うん、これはあのなんだっけ高いって英語で、その時分かったんだけど、その英語で高いって言われて、それで安い方の水に変えた。変えてもらった、うん、優しいね。優しかった。よかった。エクスペンシブ、そうエクスペンシブ、エクスペンシブ。もう私たち全然さ英語わからんくてさ、ファッションでいけるよねって言ったけどさ、全然いけないの。ファッション。やっぱ英語って大事。私も全然わかんなくて、全て違う方に捉えて。なんかさ、
行機の隣の時さなんか変なこと言ってなかったっけ飛行機のそう、なんかイヤホンしないでくださいって言われてるのに、なんか、なんてかな、なんか私間違えてなんか言ったよ、なんて言ってたっけ、なんか言ったよな、なんか変なことさえ言ってて、私がイヤホンだよって言ってね、でもちゃんと言ってたよね、いやいやなんとかかんとかって言ってたの、うん、キングなんだっけ、なんか全然違う風に、なんとかとか言ってて、なんとか違うよ、忘れちゃったな。わ、でもさ、マネージャーさんがさ、うん、結構英語できることね、なんか一回外国に行ったことある、そうなの、うん、らしいよ、1回だけらしい、なのにもうなんかなんだろう、オーダープリーズオーダーみたいなこと言って行ったか、普通になんか喋ってない、喋ってる、タクシーとかも、いやいやいやって言っちゃってる、私やったらイエスとかのみ、いやって言ってる、なんとかレフトとか、うん、ストレート言ったよね、ストレートって、ここのタクシー安いね、素晴らしい、すごいな、しかも奇跡起きたよね、帰り、何の音、私の携帯が落ちた、あ、びっくりした、奇跡、うん、最後帰りさ、タクシー捕まらんってなったけどさ、うん、あの駐車場のさとこに止まっとったやん、奇跡的に、うん、タクシーが、で偶然乗れた、いいですかって言ったらね、なんかかっこよかったの、サングラスかけて、めっちゃ急いどってね、めっちゃ急いだってか、そう、時間に追われてましたから本当よ、思い出作ろうね、まだまだ分かんない、私はもう私はもうちょっとホテルに引きこもって思い出作れないかもしれない、せっかく来たんだよ、せっかくホテルに引きこもったかもしれない、せっかく来たんだよ、せっかく来たんだよ、作れたら作ろうよ、せっかく来たんだよもう一生来れないかもしれないよ、作れたら作っていこう、うん、作れたら作っていこうちょっとそうね、確かになんかちょっと歩いたよね、道をね、ちょっと歩いたけど、サークリング、私がおかしいのかな、大丈夫やばい、ここ大丈夫、ここ歩いても大丈夫って、もやっぱタクシーで行こうよ、確かにね、ちょっとね、まあ、場所によるけど、でも夜は、ああ夜ね、怖いよね、そう、なんか夜怖いね、めちゃめちゃでかい、うん、ネズミがさっきいた見たかった本当、猫かと思った、あら猫もいたね、猫おったよね、あれ猫よね多分なんかね、その猫もさ、なんか私たちのこと誰だみたいな顔で見てきた。でもまさにそんな顔されたね。うん、全然あの逃げたりせん。可愛かった。うん、可愛かった。猫は世界共通で可愛い。おめえ誰だ、うん、誰だみたいな顔して、
でも尻尾がすごい大きかったけどね。あまり見ない猫ちゃんだったけど、野良猫ちゃんだと思う。草食べてた。草食べてた。草食べてたけど、犬はまだ見てないな。そうなんだ。でもご飯美味しいよな。美味しい。ご飯めっちゃ美味しいよ。昼、夜、うん、マレーシア、うん、料理だったか。美味しい美味しい美味しい。ナシゴレン。うん。ナシゴレンが良い。これナシゴレンなの？マレーシア料理。ちょっとあれですよ、ピリ辛の、ピリ辛のご飯も。やつじゃなくて。そうなの。ご飯美味しいだけでも最高ですね。ねえさやかりん。うん。あれ。確かに。私もそう思う。あれ。確かにそう思うな。作ろうね。明日も。明後日はね本番だしね、思い出作ろうというか頑張ろうね。明日も、うん、明後日とか楽しもうね。あれ返事が、ま、うん、楽しもうか。楽しむって言っても人それぞれ。あ、確かに人それぞれ楽しみがあるかも。夢の中で楽しもうかな。でも普通に考えてさ、明日さ、うん、一日ホテルで寝るっていうのはもったいないんかな。もったいない。人生においてもったいない。いつだってできるから。確かに。確かにそれはそうだけど。それはそうよね。うん、そっか。そっか、行こうな。でも寝よっかな。今何時なんだろう。お風呂入る？入る、うん、お風呂入る。入ろうか。チャーハン食べてる場合じゃない。今日なんかチャーハン食べた。食べたね、夜。美味しかった。美味しかったね。浴槽ないね。ないよね。シャワー、シャワー、シャワー、シャワー。シャンプー持ってきた。持ってきたよ。よかった。天気はなんかいいのか悪いのか分からん。急に雨降ったりせん？うん。スコール。気圧なんかな、関係で。あ、シンデレラ、ありがとうございます先生。サニバ先生。ガラスガール連載の選んでもらいました。イエーイ。そう。
さやかに見てくれたいの。ありがとうございます。めっちゃ可愛く描いてもらって、しかも1時間前からセットしてくれてね、嬉しい。発信者のポスト見たよ。ココアさんお会いできました。うん、あった、嬉しかった。めっちゃお元気そうで。おかわりなかったね。おかわりなかった。みんなと友達だったの。すごい日本でも友達、みんなと友達だったけどね、こちら側でも。ココアさん、ギフトありがとうございます。全然読めてなくてちょっと申し訳なかった。ありがとう、ありがとうね。私はそろそろ寝ますね。はい、くしゃみ出そう。めっちゃ今日くしゃみ出る。出るよね。めっちゃくしゃみ出る。ちょっとこの後はもうとりあえずお風呂に入ろう。入りな。眠いわ、なんか眠いよ、なんか眠い。ついじゃあどんぐらい配信できたのかわかんないけど、うん、何分ぐらいしてるのかしら、うん、明日観光楽しんでって。うん、ちょっと寝てみますね。そうだね、とりあえず行く方向で。でも行きたいんよ。行きたい気持ちはね、うん、あるけど、明日私が起きれるのかどうか、うん、誕生日ます。じゃん。13位ミーカ、12位ヤマイさん、11位みつるんさん、10位カズさん、さやかに楽しい、9位ヒューガヒョンさん、8位ちくわドーナツさん、7位ゆういちさん、6位トラさん、5位カズサさん、4位ゆずきちさん、3位ツナさん、2位しょういちさん、そして1位お疲れさんです。ありがとうございました。ありがとう。普段あんまりこういう配信しないように、できる時しかしないようにしてるんですけど、だから今日はちょっと申し訳ないけど今の私でした。すごい、なんか代弁しました。フォローしてくれてる。それじゃあね、またお会いしましょう。じゃ、おやすみなさい。バイバイ。以上、マレーシアからでした。バイバイ。今日まだ全然何にも遅れてないから、また後々ね、写真とかいろいろ上げていきます。